すれば。大丈夫だ、俺がついてる。そい俺たちは負けない。翼、あやは気になったこと。翼の声が聞こえていない、そんな気がするんだ。聞こえてないっていうより届いてないって言った方がいいのかもしれないけど、思い出してみてくれ。あやはさんはあのミラージュには従ってたけど、翼の言葉には答えを返していなかった。言われてみればそうかも。だけどどうしたらお姉ちゃんに声を届けられるの？歌というものがあるわ。シーダ、翼の姉を思う気持ちと焦り、今も私に伝わってきてる。だからこそその思いを歌に乗せればいいと思うの。思いを歌に乗せる。キリアのライブを見て、歌には言葉に特別な力を与える効果があるように思えた。それは俺たちの持つ戦う力とは全く異なる力だ。キリアさんのライブ、うん、私歌ってみる。私の歌で今度こそお姉ちゃんを助けるんだ。この光はライブの時に出てきたパフォーマー。イツキ、確かチキのユニティには才能を開花させるものがあったはずだ。このパフォーマーを使えば、もしかしたらミラージュの力を破れる歌を。うん、試してみようよ。やるしかねえな。私やるよ。パフォーマーが集まるミラクルステージ、ブルームパレスへようこそ。聞いてお兄ちゃん、新しいユニティができるようになったよ。レディアントユニティって言うんだよ。新しいユニティ忘れずにチェックしてね。あ、そういえば翼お姉ちゃんのお姉ちゃんを助けるために特別な歌が必要なんだよね。もしかしたらその歌ってレディアントユニティで覚えられるかも。新しいカルネージが作れるようになったよ。
新しいレディアントスキルが作れるようになったよ。パフォーマーが揃った。これでいい。それじゃあ。行くよ。カルネージユニティ。私に力を貸して。今作ったカルネージ、ここでもう装備しちゃう？次は届けられるのかな。自信を持って、翼ならきっと助けられるわ。そうだね、私やるよ。絶対にお姉ちゃんを助けてみせる。パフォーマンス。それじゃあ、ユニティ。やった！おう！これでいいかな？それじゃあ、やったな。俺だってまだまだ高みを目指せるはずだ。これでいい。それじゃ、やったぜ。さすがだ。これそれシン打ち登場だぜ。これそれ、やったね。え、これそれじゃ、やったわ。大成功。次これでいい。それじゃ、カルネージフォーム。今作った。